シンクいました軽かったボールがめちゃめちゃ軽いボールの重さを感じなかった <music> はいヤマハ VD ドライバーになります59っていうのが抜けました今までヤマハさんは0102みたいな感じでね住み分けてましたけどもこれが、えー、01に相当するモデルになりますプロモデルっていうことですね 前回の59の方は、えー、とアベレージモデルとということになります、ねまあなのでサイズはねなんか投影面積構えた時の大きさ見える大きさは明らかに59よりもちっちゃく見えますなんですけども体積は 460cc のままなので、まあ、大きさが変わらないんだけどもどこが変わったんでしょうね。まあちっちゃく見せてますねはい。 あとねここここがねやっぱりこのかなり丸く作ってあって、えー、上下の芯の当てやすさが、えー、と視覚効果によって高くなってるっていうのは変わらずですね。あとブーストリングヤマハさんのね、えー、技術で360度このスリットが中に入っているというのもこれも59と変わらずですね。スイートがが広くて飛距離が出るっていう ブーストリングですね。はい、オッケー。シャフトはえリ、ー、アマナの 50g 入ってます。まあね、これはもうシダの動画で今までもね。何度も言ってますけども、えー、ももう 50g の概念じゃないですよね。もう本当に一昔前の 70g と同じような強度と弾き出てますので、もう全然軽い方が飛距離は出ますからね。よし じゃあ行ってみますよ、うん、ちょっと天ぷらめ若干上あ決して、えー、いい当たりじゃないのでプロモデルってなると今みたいな、えー、少し芯外したなっていうのだと著しく飛距離が落ちたり曲がったりみたいな多いんですけどもまあ 方向0.0きましたね、えー、飛距離もね百二百2 5 5ヤードですからまあ十分ですよねミスしてこれだったら十分ですねはいえっ、ー、とね座りはやっぱりポンと置いた時に少しこう右にこう向いて見えますねこれ結構ねこう座った時に右に向いちゃうからまっすぐにこう、えー、向けてこうやって握っちゃう方多いんですけどもそれでねこう スライスしちゃう方はもちろんこうやってかぶせて構えればいいんですけどもそれをやってねフックしちゃって困ってるっていう方結構レッスンでも多いんですけどこれはですねあの重心の深度がここじゃなくてここにこのヘッドの重心の深度重心の位置ですねがありますからえ振った時に遠心力でクラブはこう遠くにこう飛んでこうとしてるのに対して更心力 自分でこう飛んでいかないようにしてこう引っ張り返す力遠心力と後心力で重心点と重心点を引っ張り合いだいたいねこうやってビュンビュンビュンってこう振った時にここにねこうバネばかりとかつけて,こうやってこうバネばかりごと振り回すとね20キロぐらいになるとヘッドスピード40メートルぐらいで振るとね言われてますなので20キロの力でこっちと こっちでこうこうですねえ引っ張り合うわけですねこういううにそうするとこことここを直線的に引っ張ったらもういくら引っ張ってもまっすぐのままなんですけどこことこの延長線上じゃないここを引っ張り合うのでほらわかるかなこうしなります。引っ張りが強強ければ強いほど 引っ張ってるところが直線になろうとしますからこことここで引っ張り合うと必ずシャフトはこうなりますその分だけ構えているときはちょっと右に向いてるけどこう入ってくる分だけフェース面はまっすぐに当たるそのためにポンと置いたこの座りはね少し右にね向けて座らせて作ってあるんですね。 まあピンさんとかテーラーメイドさんとかタイトリストさんのドライバーでもこういうふうにね作ってあるんでこうちょっと右に向いて見えちゃって気持ち悪いからとかっておっしゃる方いるんですけどもえスライサーの方はね確かにそれ気持ち悪いんですけどもまっすぐ飛ぶとかフッカーの方はもうそれ直さずにポンと座ったまま構えて打ってください、はいまあ、上級者モデルのね結構こう特徴的な座り方ですねこれは。はい おお。シンクいました。軽かったボールが。めちゃめちゃ軽い。なんか本当にこう。ボールの重さを感じなかったです。空振りしたんじゃないかみたいな感じで、ちょっとビクッとしました。これはやっぱりブーストリング。三百六十度のこのスリット。 の反発力の高さっていうのでかなり今感じましたね、はい、飛距離も二百七十ヤードですよね四十三点五だから、まあ、特別振ったっていう感じじゃなかったしヘッドスピードも実際、まあ、いつものヘッドスピードなんですけども飛距離はやっぱり十ヤードぐらいはあのいつもよりも飛んでますね方向もまっすぐだほうほうほう いいっすね。これプロモデルなんだけども、アベレージモデルみたいな、やっぱり芯の広さと反発の高さ。があるようなドライバーですね。まあ、最近はね、かなりこう。プロツアーでも、あのパワーゲーム。昔はこう飛ばない選手がいたりとか、飛ぶ選手がいたりとかして。コースのね、今週のトーナメントは短めで狭いとか、そういう時は。こう。 し飛ばないけど和田氏が勝つとかすごく長いコースはパワーヒッターが勝つとかっていう感じの,あのツアーでね1年間こう我々も観戦してましたけど今はもうどのトーナメントもすごく長くなってとにかくドライバーの飛距離が飛ばないともう勝負にならないみたいな感じのトーナメントが増えてきたのでプロもねやっぱりこう飛距離っていうのはかなり あの昔以上にあの気にするようになってますんでやっぱりこうプロモデルでもこういう,こう飛ぶドライバーをプロなねメーカーの方に要求されて作るようになったんですね。うんえー、とじゃあねプロモデルなので操作性も確かめてみたいと思いますドローいきます。 まあ、打ち合わせですねうん、イメージ通りのドローボールになってますねはい、ドロー OK じゃあ次はフェードいきますよ 球が右に出ちゃうね球のつかまりがいいんですねなのでフェードはちょっと打ちにくいように感じますねストレートからドロー目で打つとすごく打ちやすいドライバーに感じますちょっともう一回フェード そうですね結構フェード打とうとしてるんですけどまあほとんどストレートですね。まあ、数字的には2度右で100回転左なんでまあドローなんですけど、まあ、これも肉眼だとまっすぐにしか見えない感じなのでストレートまあこすりにくい強振してもこう右は怖くないよっていう感じのプロモデルですね。 はいえっと重量自体はね重くしたりしたわけじゃないので変わらないんですけどやっぱりこう中心軸から重心が遠くなるので。 切り返しの時にこうバランスが2ポイントぐらいなんか重くなったんじゃないかなみたいな感じに感じます。で、えー、スイングとしては正直ね、えー、調子いい悪いっていうのは皆様あると思いますけど今日はね、えー、YouTube 撮影させていただいてて結構調子悪くてスイングはですね、えー、フック結構フックフッカーなんですけどいつも以上にこうちょっとフックが。 あの出ちゃう日なんですよねなので、えー、真ん中にしてもね結構フックがこう厚めにかかっちゃうのが多かったんですけどオッケーこのぐららいいいだったらねねいいですね、はい、なので、まあ、ヘッドスピードがね結構速くってフックが心配な方とかね結構あの上級者の方はこう強心するとこうフックがね心配な方が多いと思うんですけども一番こっちにするともうかなりかなり。 えー、僕みたいなフッカーがもう調子悪くて今日はすげえフックしちゃうみたいないつもよりもみたいな時でもこのぐらいにねフェアウェイセンターに運べる、えー、これはもう僕が証明しましたはい僕の下手さがですね、えー、フック大丈夫だよっていうのは証明しましたねはいこっちかなりいいですねはいちょっとこっちも行ってみましょうかねよし 一番こっちにしました、えー、つかまりがいい方になったっていうことになりますねはいよし、うん、いきやす、うん、もう出玉からちょっと左にいややばっ いやでも今のすごい、ね、あのフックしちゃった時にはさすがにうわ今のはやばかったみたいに感じるんですけど今そんなに感じなかったけどすげえ曲がったうん、うん、まあ今までのこうプロモデルみたいな感じで結構こうあの気負って構えて打つ必要はないプロモデルですねしかもここウエイトがこれ変えられますはい。 これによって、えー、こっちに変えるとボールの打ち出し角が高くなって、えー、直進安定性が上がってドローが打ちやすいこっちになると、えー、フェードが打ちやすくなるみたいな感じでこれもねちょっとカチャカチャやってみましたけどかなり、えー、と大きく球筋が変化しますのでまず真ん中で打ってみていただいてで購入後に、えー、今日のコースとかね まあ、ラウンド中にホールによって変えちゃうと違反になっちゃうので、えー、今日の調子とか、えー、今日のコースとか OB が右が OB が多いコースとかね、えー、ちょっとこうおフックしちゃう日だなっていう時はね、えー、僕なんか多分これ、えー、買ったらこっち側にいっぱいにして自分のこのフックスイングをねなんとかクラブでごまかしてくれるような感じに調整して使いたいですね。はい、ということでヤマハの「 VD ドライバーです。